お疲れ様です。ありがとうございました。やあ、私に何か用かな。私を見ていたと思ったのだけど、気のせいだったかな。なるほど。つまり私をスカウトしたいのかい。へえ、私がアイドルか。でも見ての通り、私はアイドルらしくはないんじゃないかな。もっとアイドルにふさわしい子はいっぱいいるのに、どうしてわざわざ私なんだい？なるほどね。よし、その誘い受けさせてもらうよ。自分からスカウトしてきたのに、おかしなことを言うね。あなたの私を思う気持ちに応えたいと思っただけだよ。つまり私を選んだあなたに興味を惹かれたんだ。どうかしたのかい？ああ、よろしく頼むよ。改めて、私は白瀬咲也だ。私たちの新たなる第一歩を共に踏み出そう。あ、プロデューサー。今日も一日お疲れ様。あなたの素晴らしいプロデュースのおかげで、私はアイドルとして胸を張っていられる。いつも感謝しているよ。改めてありがとう、プロデューサー。わかるかい？さすが私のプロデューサーだ。実は今日、下校する際に声をかけられてね。初めて話す下級生の女の子だったんだけど、話がとても盛り上がったんだ。いつもは見ているだけだったそうなんだが、今日、思い切って声をかけてくれたらしい。アイドルとして活動している私と話をしてみたかった。そう、頬を可愛らしく染めてね。私の載っている雑誌もチェックしてくれていて、ファンだと言われてしまったよ。嬉しいことだけど、少し照れてしまうね。アイドルになって活動の場が増えたからかな。以前よりファンだと言ってくれる子が増えたんだ。これも、アイドルにならなかったら生まれることのなかったかもしれない人とのつながりだ。すべて私をアイドルにしてくれたプロデューサーのおかげだね。本当にありがとう、プロデューサー。アイドル活動も学生生活もそれぞれの楽しさがある。これからも両立させていきたいな。そういえば、プロデューサーはどんな学生だったんだい？私だって人気というわけではないさ。嬉しいことに声をかけてくれる友人は多いけれどね。今日のように嬉しい出会いもあるからね。いろいろな場所に行って友人の輪を広げるようにしてるんだ。そうだ、プロデューサーには学校でのお気に入りの場所はあったかい？今後の参考に聞かせてほしいな。確かに
慣れ親しんだ場所が一番落ち着くね。同じ空間で、同じ顔ぶれで、なのにそこでは毎日違う出来事が起こる。本当に楽しくて飽きることを知らないよ。そうかな。私はあなたがクラスにいたらとても楽しいと思うんだけどね。ああ、もし私とあなたが同じクラスで隣の席だったりしたら、私の毎日はどんなものになっていただろうね。そう言ってもらえると頑張った甲斐があるよ。見てくれる人にも喜んでもらえたらいいな。ありがとう。へえ、いろんな種類があるね。芳醇な香りのブランデーを使った大人風味のモンブラン、幾重にも重なるモカが重厚な味わいのオペラ。それじゃあプロデューサーも一緒にどうだい？一人よりも誰かと一緒に楽しみたいな。よし、私はこのベリーのカルテットケーキにしよう。ベリーも生クリームもたっぷりで美味しそうだ。それと飲み物か。今日はコーヒーにしようかな。よく見ているんだね。ありがとう。甘いケーキの時は苦味のあるコーヒーの方が好きなんだ。このお店はコーヒーの種類も豊富みたいだしね。お互いの良さを引き立て高め合うような組み合わせをマリアージュと言ってね。素晴らしい味がさらに美味しく際立って幸せな気持ちを運んでくれるんだ。そんなマリアージュを探すのも、いろいろな可能性を覗くようで楽しいよ。なんて、釈迦に説法だったね。小金、真耳、ユイカにキリコ、そして私。アンティーカは、誰一人が欠けても、同じ輝きは発せない。そうだね。世界にはまだ見ぬ組み合わせや可能性がたくさん秘められているかもしれない。私とプロデューサーならばどんな可能性を生み出すんだろうね。なんて、年長者をからかうのはほどほどにして、コーヒーはグアテマラにしようかな。苦味と酸味のバランスが絶妙で、フルーツと生クリームたっぷりのケーキに合うと思うんだ。そうだね。プロデューサーの選んだフォンダンショコラにもグアテマラは合うと思うよ。でも、私と同じものでいいのかい？香り高いケニアのコーヒーやブレンドも合うと思うけど。なるほど、そういうことか。私の選んだコーヒーがプロデューサーの口に合うか、ぜひ感想を聞かせてほしいな。人それぞれ好物が違うように、同じものを口にしても感想は人それぞれだから、あなたがどんな感性でどんな感想を抱くのか、ぜひ教えてほしいよ。もしあなたも美味しいと言ってくれるなら、これほど嬉しいことはないね。ああ、私は大丈夫だよ。
こちらこそタイミング悪くすまないね。足音が聞こえたものだからプロデューサーが帰ってきたのかと思って、今まさに出迎えようとしたところで、このありさまというわけさ。いや、何も謝ることはないよ。あなたは真摯に誠実にきちんと連絡をくれていただろう。それともあなたは私が連絡をしていても遅刻を咎める、そんな人間だと思っているのかな。それならば私に対する認識を改めてもらう必要がありそうだね。なんて冗談さ。打ち合わせを始めようじゃないか。あなたが持ってきてくれたとっておきの仕事の話をね。え？そんなことないよ。私はいつも通りで。本当に何でもないんだ。事務所はとても静かなものだった。そうだね。あなたは本当に私のことをよく見ているね。時折あなたが怖いとすら思ってしまうよ。今日は事務所に誰もいなくてとても静かで、だから少し思い出したんだ、幼い頃のことを。ああ、私は父と二人で暮らしていたんだ。とても優しかったけれど、いつも遅くまで働いていたよ。だから夜は幼い頃から一人で父の帰りを待つことが多かった。思い出したのはそんな時のことさ。夜になると父は必ず電話をくれたんだ。忙しかっただろうに、今思うとマメな人だった。一人で大丈夫か、寂しくないか、受話器越しに私を思うぬくもりが伝わってくるものだったよ。そうだね、私もそう思うよ。でもだから全然平気だなんて心からは言えなかった。優しい電話の声の主は遠くにいて、私一人の部屋はどうしようもなく静かで、まるで世界に一人ぼっちになってしまったような感覚。どうしてか今日はそれを思い出してしまった。それはきっと今日がとても静かで、あなたの電話が父に似ていたから。ほんの少しのセンチメンタルさ。よくあることだろう。すまない。そんな顔をさせるつもりはなかったんだ。やはり、過去のことなんて話すものではないね。お礼を言われるようなことではないさ。プロデューサーこそ急いで来てくれてありがとう。あなたのことなら何でもお見通しさ。なんて、帰ってきた時の様子を見れば誰でもわかるよ。真剣な顔で肩で息をしていたじゃないか。あなたのことはそれなりによく見ているつもりだよ。あなたに一方的に見抜かれてばかりでは私の性に合わないからね。
こんな感じかな。ありがとうございます。カメラマンさんのおかげですね。そうだ、せっかくだからこの綺麗な砂浜を生かして。本当にいい海だな。おっと、すみません、海に見とれていて。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとう、プロデューサー。私こそこんな素敵な仕事を持ってきてくれたあなたにお礼を言いたいよ。ねえ、頑張ったご褒美と言ってはなんだけど、お願いだ。このままもう少しだけここにいてもいいかい？やった、ありがとう、プロデューサー。せっかくだし一緒に波打ち際を歩かないかい？さっきの撮影で足に触れる波がとても心地よくてね。プロデューサーは暑い中見てるだけだっただろう。足くらい水につけてみたらどうだい？ほら、プロデューサーもおいでよ。足をつけるだけでもすごく気持ちいいんだ。こんな素敵な場所プライベートでも遊びに来たいな。そうか、やはりそう見えてしまったかい？いや、というかファンにはいつでも最高の自分を届けたいんだ。だから仕事によって差ができてしまうのは良くないことのような気がしていてね。そうか、新しい魅力。ありがとう、プロデューサー。私はね、海のすべてが好きでたまらないんだ。こうやって触れた時の心地よさはもちろん、波の音や潮の香り、浜辺から見える街の風景、そして太陽を映してきらめく美しい水面、その上海の魅力に魅せられ集う人たちと交流を深めることもできる。それに大切な人とこうやって肩を並べて波打ち際を歩いたりね。うん、私の一番好きな場所だ。だから今日は撮影に連れてきてくれてありがとう。こんなに美しい海で仕事ができて嬉しかったし、心から楽しませてもらったよ。そんなに良かったかい？そうか。それは嬉しいな。みんな、私のファンに。ねえ、プロデューサー、もう一つだけお願いをしてもいいかな？私はいつかあそこへ行きたいんだ。あ、私はあの水平線の向こうに行きたい。
そして世界中の人々に出会い、その人たちにたくさんの笑顔を届けたい。アイドルになって少しずつ叶えているこの夢、でもまだまだ足りないんだ。世界なんて無謀だと笑う人もいるかもしれない。私だってそれが困難な道だとは理解している。だけどプロデューサー、あなたと一緒ならそんな困難すらも楽しめる気がするんだ。新しい場所で新しい笑顔に出会い続ける、私はそんな風に生きていきたい。だからいつか私をこの海の向こうまで連れて行ってくれないかい？まったく、あなたって人は私以上に乗り気じゃないか。あなたに出会えて本当に良かったよ、プロデューサー。